おはようございます。私から1点申し上げたいと思います。現在、臨戦特区で、衆議院 の、 定数税制、昨年11月16日に成立をいたしました緊急税制法、いわゆるゼロ増5減法案に基づく、区割案が国会に提出されておりまして、今、臨戦特区で審議が行われております。で、違憲状態を早期に緊急的に脱するという意味で、この区割法を早期に成立をさせるべきであるということを改めて申し上げたいと思います。一方、昨日、定数削減、選挙制度の抜本改革について、実務者協議が行われました。これは与野党が合意をしてですね、昨年末の3党の合意、この国会中に定数削減選挙制度の抜本改革について成案を得るという合意もありますから、この国会中に成案を得るようにですね、ぜひ精力的に協議を重ねていきたいと。で、ただ昨日この実務者協議について、このゼロ増5減に基づく区割法、この区割法を先行して処理をするということには反対であると、臨戦特区を開くということについては反対であると、それを理由に、実質的な事務所協議は行われないということは非常に遺憾でございます。ぜひですね、次回までに各党が案を持ち寄って、定数削減選挙制度の改革についてですね、精力的に議論を行うよう、協議をするよう、改めて、申し入れたいと思います。以上です。はい、今、衆院議長のところに、はい、幹事長と岸田幹事長に入られていますけど、どのような話が変わってますか。衆議院議長からはですね、昨日野党の幹事長が お見えになって、この臨戦特区で審議が行われているという状況について、やり方が遺憾であると、ぜひ議長がこの問題について、斡旋をしてもらいたいとおっしゃったのかどうか分かりませんけれども、そういう趣旨のお話が あったと。で、それに対して議長の方から、この区割法は成立をさせるべきであると、で違憲状態ということで、もし最高裁が違憲判決、選挙無効という判決を出したときに、再選挙をやるべき選挙法ができてない、区割りができてないということになりますと、この国会の存在根拠自体が揺るがすことになると、大変重要な問題だと、これを処理、この国会中に処理すべきであるという基本的な認識を示した上でですね、野党に対して、与党とぜひ話し合って、円満に審議ができるような環境を作るべきであると、こういう話をしたということをおっしゃって、ぜひ円満にこの区割法が審議採決できるように、議長として野党にも働きをかけたいと。で、野党が了解すれば、ぜひ与野党の幹事長会談を開いて、ぜひ協議をしてもらいたいと、こういう趣旨のお話がございましたので、分かりましたと、よろしくお願いいたしますということで、今終わったところでございます。議長が野党の幹事長に呼びかけをして、これから野党の幹事長とお話になるんじゃないかというふうに思います。はい、円満に審議できるような環境というのは、どのように作っているのか、アイデアみたいなのが出たんですか。要するにゼロ増5減に基づく区割法、これはもう手続き法ですから、
定数削減、選挙制度の抜本改革については、それぞれ各党が昨年の衆議院選挙の公約でも言っていることでありですね、それはそれとしてしっかりやるということを、何らかの形で確認をして、そしてゼロ増減を先行処理するということを、野党が了解すれば、なんとか与野党の幹事長会談を開いて、そういう方向で、まとめたらどうかと、こういう趣旨のお話でございます。ただ、民主党はですね、本来昨年11月16日の緊急税制法は野田総理が優先順位があるということで、まずは緊急税制法、これを成立をさせて、次の国会で定数削減、選挙制度改革をやるという、当時、与党であった民主党、野田総理がそういう決断をされて、緊急税制法が成立をしたという経緯があるわけですけれども、先般の野党幹事長会談で、民主党の幹事長から、状況は変わったと、高裁判決が出て、ゼロ増減では最高裁といいますか、司法の要請に応えてないということで、国会に新しいですね、法案を出されているわけで、これはですから、ゼロ増減という緊急税制法自体を否定する法案を出されているわけなので、なかなか難しいのではないかというふうに議長に申し上げました。それでもぜひということでございますので、私もとしては議長のその、お話の趣旨に沿って、よろしくお願いしたいということで今終わったところでございます。そうすると、今日臨戦特区で採決もっていう動きがあったんですけれども、今日の採決ってどうなるんでしょうか。私の場合は、緊急税制法に基づく区割り法、手続き法ですから、粛々と審議をして、採決をするという基本方針は変わっておりません。ただ、野党の皆さんが、先行処理は先行処理していいと。ということで合意ができればですね、採決の時期についてはですね、またそこは協議の余地はあるのではないかと思ってます。もし委員会だと思うんですけれども、とりあえずそこまで、そこの野党の幹事長会であるまではちょっと待つっていう感じですか。ですね、11時から委員会をやることになっておりますので、これは現場の判断ですけれども、一旦休憩にするということになるのではないかというふうに思ってます。この辺は国対委員長に、現場と今協議をしていただいております。はい、先ほどその野党が先行処理していいということならば、採決時期は協議の余地があるということですけど、ただそれでも26日までの衆院通過というのは、もちろん、この国会に確実に成立を期さなければいけないというのが与党の基本的な考え方でございますから、この国会中に成立を、確実に成立を期すという方針は全く変わっておりません。そうすると、臨戦特、来週の日程で総務大臣、月火水、時間取れないという話なんですけど、今日やらないとなかなか26日まで通過って難しくなるということないという私の認識で、今日臨戦特で審議をしております。ですから、その状況は変わってないと思います。野党が了解すれば、与野党で協議をしてもらいたいという議長の提案でしたけれども、野党が了解すればというのは、ゼロ増減の先行について了解すれば、与野党協議をしてもいいという理解でよろしいでしょうか。というか、そこは我々が一貫して言ってきたことですから、野党の皆さんが抜本改革と切り離して、定数削減と切り離して、これを処理するという合意ができればですね、
そこが臨戦特で粛々と審議が行われることになるわけですから、それはそれでできるだけ幅広い合意を作るというのは国会の役割ですから、そういう方向になるのは喜ばしいことだというふうに思っています。与野党幹事長会談のタイミングについて議長の方からいつやりたいというような話はありましたでしょうか。議長もですね、我々 の、 その、まあ、今日中に審議、議了しなければいけない、また25日までには参議院に送付しなければいけないというご認識は一致しているというふうに思っています。幹事長会談が開かれて、まあ、そこで決裂した場合は、まあ、今日中に野党が反対のままでも採決すると、まあ、議長が野党の幹事長を呼んでお話をされて、されるということですから、それを見守りたいというふうに思います。はい、どうぞ。もう本来そうなんですけど、試験回復の日が28日、はい、政府主催で開かれますけれども、はい、公明党の所属議員の方も参加されるというふうに伺ってますが、はい、沖縄県で反対の声が上がっている中で、党としてどのようなスタンスで式典に臨むのかということを、お聞かせください。私にも参加する予定にしておりますけれども、沖縄の皆さんからこの4月28日についての沖縄の皆さんの思いというものをしっかり受け止めております。で、28日が、まあ、主権回復の日であると同時にですね、沖縄にとってはですね、その占領政策がそのまま続くという日でもあるわけで、やはり沖縄の皆さんにしっかり思いを馳せながらですね、沖縄の、今後の基地負担の軽減ですとかですね、それから地位協定の見直しとか、さまざまな課題があるわけですけれども、まあ、そういうことにしっかり思いを馳せていくということが重要ではないかというふうに思っています。野党からですね、主権回復にその焦点を当てることで、その米国の占領下で作られた憲法にも国民の関心を向けて、その憲法改正につなげる狙いがあるのではないかとの見方も出ていますけれども、この点についてはどのようにお考えですか。私はまあそういうふうには特に考えてはおりません。じゃあよろしいでしょうか。はい、どうも。